遥か遠く、ノゼリアと呼ばれる大地。そこには三つの国があった。ノゼリア大河に面し、船での交易に長けたグリンブルク王国。鉄を産し、雪と氷に閉ざされたエスフロスト公国。そして、人々の生活に欠かせぬ塩が唯一取れる砂漠の国、聖ハイサンド大峡谷。これら三国は限りある資源をめぐり争い合うのが常であって、塩と鉄とを奪い合う小競り合いはついに煙鉄大戦と呼ばれる大戦争に発展し、大陸全土を巻き込んだ消耗戦となり、おびただしい数の死傷者を出した。戦に疲弊した三国は停戦、中立な立場を取るノゼリア商会を介して塩と鉄を売買する協定が結ばれ、ノゼリアはようやく平和を享受することとなった。そして30年の時が過ぎ、グリンブルク王国の領主で王に次ぐ武力を持つ名門ウォルホート家とエスフロスト公国の間に新たな縁が結ばれようとしていた。これでウォルホート領も安泰ですね。今日いらっしゃるんですよね。俺たちも歓迎の準備をして待ってますから。ありがとう。みんな、これからもよろしく頼む。若様、セレノワ様、やはり町においででしたか。ベネディクト、領民たちにすっかり噂が広まっているようだ。エラドールが喜んで触れ回っているのです。後で叱っておきます。この件は我がウォルホート家だけでなく、グリンブルク王国にとっても大事だ。だが隠すことでもあるまい。しかし若様、お相手の執事は。事情は聞いた。それがどれほどの意味を持つのかまだわからないが、皆が喜び期待してくれている。私は時代の領主としてしっかりと受け止め応えたいと思う。お覚悟はわかりました。私も執事として全力でお支えいたします。父上の懐刀であるお前がいてくれれば心強い。よろしく頼む。ではそろそろ港に向かいましょう。もう予定の時間にはまだ間があるはずだが。先日の雨で川はかなり増水しています。加えて風向きを考慮すると、エスフロストの船は予定より早く到着するものかと。さすがだな。遅れては失礼だ。出発しよう。
王たる者として。思えばこんなところまで。いかなる命令もこなします。鍛錬の賜物です。嬉しいものですな。ご苦労でした。船は戻って結構ですよ。しかしお迎えがまだのようですが。すぐにいらっしゃるでしょう。誠実で真面目な方だと聞いてますから。わかりました。フレデリカ様、どうか末永くお幸せに。ありがとう。エスフロスト公国のためにも努力します。兄、グスタドルフ総帥にもそう報告をお願いしますね。はっ、ジーラ殿、あとは頼みます。はい、お任せを。無事に到着してよかったわ。ようやく一息つけますね、フレデリカ。でもちょっと早く着きすぎたかしら。遅れるよりは良いでしょう。これは国の大事、初対面で失礼があってはなりませんから。硬いわね。第一印象は重要ですよ。気分転換に少しあたりを見て回らない？そうですね。好きにできるのも最後かもしれない。
ローゼル族の血を引く私に自由を与えてくれる方などいるはずがありませんから。そのペンダント持ってきたのね。もちろん母のたった一つの形見ですから。するぜ、エスフロストのお姫さん。邪魔な護衛が乗った船を返してくれるとはな。噂を聞いて待ち伏せた甲斐があったぜ。風が吹いてるぜ、親父。いい稼ぎになりそうだ。あなたたちは盗賊？下がって、フレデリカ。狙いはあなたよ。私たちをどうする気です？なーに、ちょっと人質になってもらうのよ。エスフロストとウォルホート家、金持ちどもからたっぷり身の代金をいただくためにな。けど、その髪の色、あんたローゼル族だな。もう一人の女はハイサンドの人間みたいだし、ひょっとして人違いじゃないのか？乗ってた船はエスフロストの軍船だったぞ。無礼な、私は間違いなく。盗賊ども、寄ってたかって女性を襲うとは恥を知れ。何者だ？お前たちこそ何者だ？この地で狼藉を働くとは、よほどの盗賊団であろう。おうよ、いて驚け。俺たちは泣く子も黙るトラビス一家。俺が頭のトラビス様よ。私は娘のトリッシュ。そこらの軍が逃げ出すほどの大盗賊団さ。降参するなら今のうちだぜ。はったりだな。それほどの集団なら頭の親子が揃って先頭に立つはずはない。はい、増援の恐れはないと見ていいでしょう。うまく敵の情報を引き出しましたな、若さん。何をごちゃごちゃ言っておる。
そっちも名乗りやがれ。断る。敵に情報を与えるのは愚か者のすることだ。なんだと？んどくせえ。邪魔者をやっちまえ。若様、実戦ですぞ。お二方は下がってください。いいえ、私も戦います。こうなったのは私の油断が原因です。戦わせてください。しかし私は魔法の教師、そして彼女はとても優秀な生徒です。足手まといにはなりません。わかりました。では援護を頼みます。承知しました。ずいぶん賑やかだな。俺も加えてもらおうか。あなたがどうしてここへ。話は後だ。まずは賊を蹴散らすぞ。人数が増えたがどうってことはね。俺たちの恐ろしさを教えてやれ。威勢の良さは立派だが、どうなさいますか、若様。遠慮は無用。ウォルホート領内で悪党の好きにはさせない。この方々は一体。行くぞ、ベネディクト。この地で無法者がのさばれると思わぬことです。どう攻めるか。息をつかねば。学ばせていただきました。堂々と喧嘩を売られるとは、オラビス一家もなめられたもんだ。よっしゃ、行くか。お前らも続け。手柄を立てれば褒美は出すぞ。私たちにケチつけようってんだね。行きがってんじゃないよ。トリッシュ様のお通りだ。稼ぎの邪魔をするんじゃないよ。せっ。無法は許さない。覚悟しろ、賊たちよ。さあ、行こう。くれ。皆を導くために勝つぞ。行ける。つけあり。この力を平和のために。どうだ、友よ。倒した数を競ってみないか。危険な真似はおやめください。お父上に何と申し上げてよいか。ただ者ではない。この方。
大丈夫、落ち着いて戦えば勝機はあるはずよ。行きますか。いい判断です。回復します。すまん。身に降りかかる火の粉は自分で払います。学んだ力、今こそ。最善の手を。この策ならば。オラビス様のお通りだ。行くよ。しまった。どこから攻めるか。終わりだ。今だ。この力を平和のために。ちょっとどうする。それ。俺は困難から逃げない。うわっ。こいつ。私のできることを。これが私の役目です。心配かけたな。行きます。よし。最善の手を。よっ。今だ。トリス様のお通りだ。せっ。俺の番ってわけか。どっせい。させるか。出番だな。この技ならば。狙い通り。俺は困難から逃げない。さあ行こう。集え、ウォルホートの旗に。嬉しいです。終わらせましょう。焼き尽くします。え？あ！よし行くよ。そこ。回復はお任せを。回復します。ありがとうございます。勝利への糸口は甘い。俺の番ってわけか。行くぞ。覚悟。狙い通りだ。この力を平和のために。あっついぜ。させるか。やったな。どこから攻めるか。とどめ。冷静に行きましょう。
支えなければ。すまない。希望への一歩です。行きます。炎よ。くっ。地層は叶えてこそです。勝利への糸口は。この策ならば。よし、行くよ。しまった。出番だな。やらせてもらう。さあ、行こう。下がれ。あら、いいところに。冷静に行きましょう。行きます。つけあり。学んだ力、今こそ。危ねえ。ガラ空きだ。オラビス様の。そりゃあ、どうだ、見たか。情けは禁物です。行きます。定石に従ったまでです。様ともあろう者が。行くよ。まさか、聞いただろ。俺は負けん。貴様の最後だ。てめえら、覚えてろよ、この野郎。ウォルホートの名にかけて受けてみよう。続きます。皆を導くために。行きますか。これが私の役目です。助かった。学んだ力、今こそ。ガラ空きだ。どう攻めるか。行きます。俺は負けん。もらった。な、嘘だろう。くそ。この力を平和のために。親父、こいつは漁師の一人息子だ。何？ウォルホート家の後継ぎか。この方が。くそ、迎えに来るのが早すぎるだろう。とにかくずらかれ、相手が悪い。小悪党にしては悪くない引き際だ。我が領地を荒らす無法者です。この場で捕らえたかったが。お前の妻となる人が無事だった。それでいいじゃないか。妻となる人？賊に狙われていたことに気づかずご迷惑をおかけしました。ご挨拶が遅れました。こたびの盟約に従い、エスフロスト公国より参りましたフレデリカです。本日よりあなたの妻としてボルホート家に入らせていただきます。あ
なたがフレデリカ様だったのですね。失礼いたしました。挨拶もせずに一緒に戦ったのか。初めての共同作業が盗賊退治とは、頼もしい夫婦になりそうだ。ノラン様、こんなところにいたんですね。探しました。ロラン様、また城を抜け出してきたのですね。親友の伴侶がお越しと聞いて、いても立ってもいられなくてな。お気持ちはありがたいですが、レグナ王に何とお伝えすればよいか。父上は俺の心配なんてしないさ。けど親衛隊のヒューエットには小言を言われそうだ。そろそろ王都に帰るとしよう。麗しき薄紅色髪の姫よ、彼がいれば安心です。婚礼の式典を楽しみにしていますよ。ではこれにて。指輪にグリンブルク王家の紋章が入っていた。あの方はもしや。そう、グリンブルク国王レグナ様の第二王子ロラン様です。領主の若様と王子が盗賊相手に立ち回るなんて面白い国ね、フレデリカ。彼女はジーラ、私の良き教師で次女です。音に聞くウォルフォートの立ちさばき、直に拝見できて光栄でしたわ。フレデリカ様、改めてご挨拶いたします。私がセレノア・ウォルフォートです。この者は我が家の執事ベネディクト。セレノア様の補佐役を務めております。お見知りおきを。ようこそウォルフォート家、家を代表し心よりあなた方を歓迎します。セレノア様、私の髪の色、驚かれたのではありませんか。先ほどの気丈な振る舞いは見事でした。髪の色より大切なのはあなたがどんな方かです。お恥ずかしい、出過ぎた真似をいたしました。とんでもない、武家としてもあなたの力は頼もしい限りだ。私はエスフロストから出ずに育った世間知らずです。ご期待に添えるよう努力いたします。世間知らずというなら私も似たようなものですよ。共に学び成長していきましょう。はい。これよりウォルフォート城へご案内いたします。皆が待っていますよ、フレデリカ様。はい、よろしくお願いいたします。セレノアとフレデリカ、二人の婚姻は塩を持たざるグリンブルクとエスフロスト、両国の同盟強化を狙った政略結婚である。これは大戦終結後もなお続く
聖ハイサンド大教国による潮の独占に対するささやかな牽制に過ぎないはずだった。だがこの婚姻がノゼリア全土を巻き込む大乱の幕開けであることをまだ誰も知らなかった。パトリアとロランはどこへ行った？共に来賓を迎えるよう言いつけたはずだが。それが親衛隊を振り切ってどこかに出かけてしまったそうです。ロラン王子のわがままには我々も手を焼かされている次第でして。まったく、いつまでも子供のように。もういい、私一人で応対する。フラニ王子、来賓の皆様がご到着されました。初めて会う者もいる。クラルス、最新の情報を聞かせてくれ。かしこまりました。あちらの女性がアブローラ将軍です。変哲大戦の名将、腐敗の鉄拳の力と知略を受け継いだ最強の武人との呼び名も高い。今回の武闘大会では創世マクスウェル様と並んで優勝候補と目されています。聖ハイサンド大教国からは七聖人の一角マーシャル家のエグスアム殿がお見えです。エグスアム殿は最近七聖人に加わった新顔です。軍の指揮を任され、飛ぶ鳥を落とす勢いとか。希代の将軍と大教国の神聖か、覚えておかねばならんな。この者は知っている。同じく七聖人のエンデケ・ソルスレイ殿だな。はい、潮の管理を司るハイサンドの重鎮です。しかし近頃はエグスアム殿に恐れ気味のようで。教皇のもと一枚岩に見えるハイサンドにもいろいろ圧力があるわけか。助かったぞクラリス。さすがは三国の流通を牛耳るノゼリア将軍。武闘大会の賭けの胴元を任せていただいた以上、出場者の情報は把握しておきませんと。王子、エスフロスト現総帥の妹子と弟子、エリカ殿とタラース殿がいらっしゃいました。グスタドルフ総帥の代理として三国共同採掘の記念式典に参加されます。タラース殿は最小に任じられたそうで、今やエスフロスト第2位の要人です。グスタドルフ総帥は自由を重んじると聞いた。結局身内を贔屓するようだ。王子、他の国の軍備は侮れませんぞ。くれぐれも失礼のないようお願いいたします。分かっている。エスフロストの本家筋とことを構えても益はないから。ようこそグリンブルク。グリンブルク第一王子フラニである。明日の式典をどうか楽しんでもらいたい。
記念すべき我らの取り組みを共に祝いましょう。もっとも舞踏大会に出場なさる方々はそちらの方が重要かもしれませんが、まずは式典と大会の舞台となるホワイトホルム城をご案内しましょう。ご機嫌ですね、ノラン王子。ああ、ヒュエット。今戻った。聞きましたよ。またウォルフォート領に行かれていたそうですね。ちょっとやぶようでな。お前を巻いて悪かった。なぜ私をお連れくださらないのですか。王家の親衛隊を何だと思いです。自分の身くらい自分で守るさ。それに俺は第二王子だ。たとえ何かあっても父上も兄も誰も困らない。妹のコーデリアだって俺よりしっかり者だしな。私は大いに困ります。私の主はあなただけなのですから。ヒュエット、すまなかった。勝手に抜け出すのは慎もう。そうしていただきます。そういえば明日の舞踏大会にもウォルフォート家と共に参加しようと企まれているそうですね。お前どうしてそれを。レグナ王から伺いました。くれぐれも問題を起こさぬようにとのことです。ちっ、全部お見通しか。私も一緒に参加いたします。もう王子から離れませんからね。わかった、好きにしろ。お帰りなさいませ。不在中何か問題は。特にはありません。エラドール殿が騒いだ以外は。ベネディクト、賊が出たと聞いたぞ。若に怪我はないだろうな。ああうるさい、声が大きいんだ。お前はそもそもお前が噂を広めたせいで。エラドール、何も心配はない。いつまでも子供扱いでは困る。はい。とはいえ私は若が小さくて可愛い自分からずっとおそばに。おお、こちらが若の。フレデリカです。はじめまして。侍女として参りましたジーラです。どうぞよろしく。お二人にウォルフォート家に仕える者たちを紹介しましょう。まず我が家の兵を束ねる兵長のエラドール。若の奥方様はウォルフォート家の宝です。一命を賭してお守りいたしますぞ。そして私の片腕として働くアンナです。ご用があれば何なりと。皆共に生きる家族だ。遠慮なく頼ってほしい。グリーンブルクの御三家筆頭であるウォルフォート家、その名を辱めないよう努めます。ああ
小さかった若が良き伴侶を得られた。感無量だ。本当に声が大きいですね。おっと失礼。どうか慣れてください。若様、奥でご当主様がお待ちです。私は明日の式典についてエラドールたちと打ち合わせをいたします。フレデリカ様、当主である父シモンが待っています。奥へ参りましょう。さて、我々は若様たちのご婚礼の前に二つの重大な式典をこなさねばならない。一つは王都のホワイトホルム城で行われる三国共同採掘の記念式典ですね。三つの国が協力してグリンブルク国内で新しい鉄鉱山を掘っているんだよな。そう、ノゼリア新鉱山、煙鉄大戦の禍根を断つべくレグナ王が提唱された取り組みだ。まさに今、記念式典参加のため採掘に関わる各国の代表者が続々と来訪されている。エスフロスト公国からは鉱山開発の技術責任者であるドラガン・エスフロスト様が、聖ハイサンド大峡谷からは国を動かす七星人の一角ビザークラフト家ライラ様がお越しです。お二人は式典の前にグリンブルク側の代表者であるシモン様と会談される予定と伺っております。そうだ、会談後お二人はウォルホート家がもてなすこととなる。アンナにはドラガン殿とライラ殿の警護を頼みたい。かしこまりました。もう一つは記念式典の後に行われる恒例の舞踏大会だな。こっちも各国から強者たちが来訪しているはずだ。エスフロストからはアブローラ将軍が、ハイサンドからはマーシャル家エグスアム様が出場予定です。グリンブルク王国からの参加は前回の優勝者として創世マクスウェル殿と、もう一枠はもちろん我らウォルホート家、今回こそ優勝はいただくぞ。その件で二つ相談がある。まずロラン王子がウォルホート家の一員として参戦を希望されている。ロラン王子が師匠のマクスウェル殿ではなく、なぜ我らと。ご自分の力を試すためマクスウェル軍として出場を願ったが、レグナ王と揉めたようだ。それで親友である若を頼ったというわけか。構わんのではないか。我が軍は王家から編成の自由を認められている。他国の代表を見事に打ち負かせばレグナ王も喜んでくださるだろう。そうだな。では王子の参戦を受け入れよう。残る問題はシモン様のご体調ですね。そうだ、ご当主はもう舞踏大会に出られるようなお体ではない。おそらく若様が代表として出場することになるだろう。ご当主様、とうとうこの時が来てしまったか。わかった、若もロラン王子も我々がお守りする。頼むぞ。どちらも平和の式典ではあるが、誰もが思惑を持って集っている。くれぐれもつけ込まれる隙を見せぬようにな。
父上、フレデリカ様をお連れしました。お初にお目にかかります。フレデリカ・エスフロストです。おお、あなたがフレデリカ殿か。よくおいでくだされた。煙鉄大戦終結の立役者であるシモン様が率いるボルホート家、そのような名家に迎えていただくとは身に余る光栄でございます。堅苦しい挨拶はいい。旅の疲れもあるでしょう。今日はゆっくり休んでください。お気遣いありがとうございます。ですが何事も最初が肝心と申します。どうかローゼル族の血を引く私を迎え入れた真意をお教えください。なかなか気丈な方だ。ご無礼をお許しください。でも他国の武家に嫁ぐからには、何を望まれ何をなすべきかを知っておきたいのです。もっともだ。セレノアもよく聞きなさい。はい。お前たちの婚姻は国同士が決めた政略結婚だ。狙いはグリンブルクとエスフロストの関係強化。塩を独占するハイサンドを牽制するためですね。うん、この牽制によってハイサンドは共同採掘に積極的に参加せざるを得なくなった。だがフレデリカ殿は広告の姫ではあるが、エスフロスト家とローゼル族両方の血を引く側室の娘、そして我がウォルホート家もグリンブルク王家の一臣下に過ぎん。単に絆を強める目的ならば、グリンブルクの王子と私の妹、先代正室の子であるエリカを縁付ける方が適切だと思います。しかし両国ともそれは選ばなかった。なぜかわかるか。それは将来状況が変わったとき、切り捨てることができるようにですね。そう、それが両国の思惑、国を滑る者たちの駆け引きだ。事情は分かりました。しかし国や他人の思惑がどうあろうと、私はウォルホートの名に恥じぬよう振る舞います。よく言った。お前がそう決めたのなら。父上、シモン様。大事ない、いつもの発作だ。だがいい機会だ。セレノア、私は今日限りで当主の座を降りる。明日からはお前がウォルホート家を率いるのだ。明日から？急に言われてもどうすれば。今お前が言った通りでいい。ウォルホート家はウォルホート家として立つ。支えてくれる領民と家臣たちのためにどうするべきか考え決断し前に進め、それが当主たる者の務めだ。この執務室の主もお前であると心せよ。ありました。必ず父上のような立派な当主になってみせます。
フレデリカ殿、この絵にしは単純ではない。さまざまな思惑が二人を翻弄するはずだ。それでもどうか一人の人間として息子を支えてやってほしい。これがウォルホート家の、そして父親としての真意です。はい、その覚悟で参りました。ドラガン様とライラ様がご到着されました。よし、今宵の晩餐会が私の最後の仕事だ。明日の三国共同採掘式典と舞踏大会がお前たちのお披露目の席になる。それが済んだら次は結婚式だ。忙しくなるぞ。